はい、皆さんこんばんは、マッシュです。ウィニングイレブン2017、本日はですね M リーグ第1節のですね、試合結果の方を速報でお伝えしたいと思います。本日のまず映像ですね、試合としては、ニューカスルユナイテッド、FC 対 ACF フィオレンティーナ、レジさんですね、こちらの方ですね、ホームアンドウェイの戦いを見ていただきたいと思います。はい、セントジェームズパーク、ニューカスルユナイテッド FC のホームですね、こちらに、ACF フィオレンティーナを迎えました。キャプテンは、ニューカスルがブッフォン、フィオレンティーナがアーロン・ラムジーという感じですね。試合はですね、最初のうちは曇ってたんですけども、途中でですね雨が降ってくるというバッドコンディションに、変わってしまって、ここで試合が流れが変わりますね。満員状態から第一節、行っていくことになります。ニューカッスルのスターティングメンバーですけども、イブラが調子良かったので、ロナウドが後半に回って、イブラが先発で出てきております。4-3-1-2 かな。はい、フィオレンティーナは 4-2-2 ですね。モラタが絶好調だったらしくて、最初から先発で出てきてますね。これが本当に嫌な予感を漂かしてますけども、はい、モドリッチ気合い入れてますね。さあ試合が始まります。キックオフです。さあ、試合もね、大会が始まった第1試合ということで、かなり、ちょっと緊張感をね漂わせてるんですけども、両チームともちょっと守備的に、前半が始まってます。これちょっとね、センターバックでコネコネしちゃってるのは、これ本当自分怖いですね。やっちゃいけないことだと思うんですけど、あ、悪くはないんですよね、これね。でモドリッチがロブ、これも悪くはないんですけどね、もうちょっとかな。さあここで、そう、ちょっとモラタをはめましたね、これね。モラタがラインブレーカーなんでね、さっと飛び出していくんで、そこをちょっと利用してオフサイドを取りましたけど、ね、これ切り返し逆ですよね、イニエスタ。イブラ、イブラキープして上に上げるけど誰もいない。まあしょうがないですね、ネイマールじゃ低いんで。難しいですね、イブラであそこゴールマウスのところ入って、パスコースがないときにロブを上げるっていう形しかないっていうケースね。どうするかちょっと課題ですけどね。あ、流れましたね。さあイブラがイニエスタ、ちょっとね今のはスルーでもいいんですけど、パスがうまくこういかないんで、あ、いいパスだった。ロブ上げればよかったですかね。フィオレンティーナexperts at this stylish possession based game. Well, we're talking tiki-taka, a lot of short, crisp passing, and once the ball is lost, they quickly try to win it back.クロス上げればよかったかな。ちょっとね、これね、ルーレットかけてかなんかで足技でちょっと、抜こうとしたんですけどね、うまくいかなかったですね。ベアリン、ラムジー、マティッチ、これね、カーソルチェンジがうまくいかなくて、ちょっとね、おお、危ない。これは一番やっちゃいけない。ゴティン足技ね、弱いんで奪われちゃいますよね、簡単に。あ、ナイスカット。まあ、ゴティンの汚名返上ってところでしょうか。ちょっとイニエスタにパスがうまく通らないですね。ちょっとね、怖い。
ナイス。中盤でね、パスカットされるのがちょっと多いんで、ちょっと課題ですよね、これね。おー、いいぜ。トニクロですかね。Crunching tackle. Yeah, that does look a foul. Referee's given a free kick. And it's Iniesta. これもね、これはいいパス出せるコースだったと思うんですけど、ネイマールが行って、さあ、ネイマールシュート。うわー、これはネイマール決めなきゃ。これは決めれたでしょう。イニエスタナイスコネコネでしたけど、これね、いやー、決めてほしかったですね。いや、残念。最大の見せ場でしたね、今ね。ワンタッチでね、パス&ゴーをかけてうまくいったんですけどね。モドリッチ、long and forward. Ibrahimovic. モドリッチ。今のはネイマールじゃなくてね、左サイドのモドリッチ、ですかね。これ狙ったんですよ。これネイマール狙ったんですけど、ちょっと失敗しましたね。いやいやいや、悪いくないですね。トニークロースが、さあここの見せ場ですね。トニークロースが入ってくる。これでトニークロースどうする。いやー、イニエスタで、これネイマール。あー、これごっちゃごちゃ、もったいなかったですね。ナイスナイス、これはどう見ても左サイドのね、さっきのだから、おー、いやー、ちょっとね、パスコースを見てからのパス出しが遅かった。あー、パス&ゴーやばい、さあゴティンどうする。ちょっと遅れましたね、ゴティンがね、足で、いやね、ちょっとね、ちょっと一つ一つの判断がね、ちょっとまずいタイミングでどうしてもパス出しちゃってたり、足出したりしてるんですね。いくら何年、1戦試合、2戦試合とかやっててもダメですね。はい。さあ、相手のベイルが多分、レジさんですけど、中に入れてくるんだね。ですね。さあ、ラポルト。ね。さあ、1回目のコーナーキックですかね、ベイル。さあ、ベイル、ショート。で、中央、フェリペ・アンダーソン。危なかった、今、左サイド。まあ、ミスったけど。パス出させられたね。ナイスカット。よし。マティッチ。悪くない。怖い。うわー、危ねー。メッシだったらやられてたね。ロッペンとか。救われましたね。ほぼ、ね、互角ですよね。 2-1、パスの方のね、成功率としてもほぼ同じになってますけども、さあ後半に入ります。0対0ですね。はい、後半はですね、右に攻めているのがフィオレンティーナ、レジさんですね。ニューカスルは左側に攻めています。ね、前半ちょっと後半立ち上がりちょっとかなり、ね、こうパスもカットされの、これ危なかった。ね、まあ、オフサイドですね。
イニエスタ、イニエスタのコネコネをこう遠回しにした方がいいかもしれないですね。あとグラウンダーのパス、おー、ナイスカット、あ、よく取った、あ、行った。でこれで中央のイニエスタに、あ、ちょっと、そう、それでいい。イニエスタこれですね、コネコネコネ、でイニエスタに入れて、ネイマーからスルー行って、イブラ、あー、これも厳しいな、イブラ、いやー、いい感じでしたね。またね、あのさっきの前半のイニエスタと同じですね、あれを今度イブラとネイマールが逆でやってますよね、前半の。これシュートしちゃったっすね、右に。同じミスというか、まあだから同じ流れでゴールまで行ったんですけどね、ちょっとイニエスタがボールキープをうまくやることでちょっと変わりそうですね、流れがね。イブラヒモビッチ、ネイマー、あー、これあのミスりましたね。あれ、あの本当はロブ上げてイブラに落とすつもりだったんですけどね。There was very good technique and purity behind the hit, but the accuracy was just a little off there, Peter. ネイマールじゃかな。He's made certain that won't get through. あ、怖い。怖いな、今の。Matic. Fiorentina have made their intentions clear by leaving men up front. They're going to play on the break. Yeah, it's obvious that they're prepared to take a risk or two.ネイマー、ちょっとね、まあ、後ろ向きのパスですから、あんなスピードでなっちゃうのはしょうがないのかもしれないですけど、スプーンフォーワード、ナイス、イニエスタ、あー、ネイマー、ナイスカット、ナイスボディング踏ん張った今。マティッチ into the second half and still there's nothing between them. なあ、イブラが疲れてますね。真っ赤。He acknowledges that he should have come up with something better there. Yeah, and the vision to get him through was all good, but the execution of the pass wasn't quite right. But ナイスカット。Importantly, he's holding his line until the very last moment. インターセプト。And that will pay off. ナイス。Needed a better pass there. いらない、一回後ろに、右後ろに振っちゃいましたね。Felipe Anderson.Tries a through ball. Laporte lofted it to the middle. Spectacular from Morata. マジか。いや、すごいの出ましたね、モラタのスーパーゴール。Yeah, and teamwork was key to that. A beautiful piece of engineering to set up in the box. 対人戦であんなの初めてやられましたね。レジさんやるな。いやー、すごいスキルですね、モラタ。モラタね、ドラフトでは狙ってたんですけど、レイジさんに捉えちゃいましたもんね。さあ、雨が降ってきましたね、そこに、ロナウドが入ってきました。あとミュラーですね。で、ネイマールが下がった形ですかね、トップ下に。さあ、スパサブミラーとね、絶対的エースにちょっとかけたんですが、さあ残り18分、フォーディゴーズ、あー、綺麗なワンツー、あー、怖い、あー、怖いなー、今の上げさせちゃダメですよね。あっと、矢印が出てきましたね。矢印じゃねえや、アンテナ。うわ、アンテナ立ちっぱなし。お、あー、今のネイマール行ってほしかったな。ナイス。さあ、ミュラ対ロナウド、タルトロナウド、あー、体勢崩してる。
よし、ナイス。よし、あー、これは厳しい。サイドにチェーン、あれですね、あの相手のボールをカットして抑えながら、中の方にボールを入れることで結果的にインターセプトされてるって感じですよね。そのままサイドだったらサイドに直進でパスを出せる形になるのが望ましいか、それか逆サイドですね。難しいな。あー、うめえ。あー、怖え。ナイス、ブッフォン。あー、どうだ、ワンタッチだろ今のは。おお、一発で入れられた。ナイス、ゴティンか。おお、ナイス。さあ、もう時間がない、残り2分。よし、ナイスカット。あー、いらねえ、ターン。おーし、さあ、ロスタイム2分。さあ、これが最後か、最後か。あー、ミュラーのイラレーターン。おっと、あー、決まりましたかね。いやー、悔しいけど仕方ないですね。0対1、第1節はフィオレンティーナの勝利に終わりました。いやー、惜しいとこもあっただけに残念でしたけど、まあ、モラタのスーパーゴール決められちゃったらもう何にもいないですよね。いやー、お見事でした、レイジさん、おめでとうございます。いやー、このイブラのシュートも悔しかったっすね、これね。これシュートしやがって、くわー、まっすぐいってるわね。これはすごかったな。おお、いやー、さすがのブッフォンも取れないって何だろう。はい、第1節が終了しまして、サンパロ FC とアーセナルも戦ってます、1対3ということで、花火さんのね、サンパロ FC がマッツーのアーセナル FC を破っております。見事ですね、あのマッツーから3点も取るとは。花火さんすごいな。さあ、それに対して選手の方のせ、あ、チーム成績ですね、順位、サンパロ FC が勝ち点3、得失点32でね、トップいってます。フィオレンティーナが2位で、最後がニューキャッスル、4位がアーセナルで、アトルチコパラティナエンスがね、ちょっと試合がなかったので5位に甘んじてますというですね。はい、そして選手の方の成績かな。はい、入りました。レジさんの方ですね、あとマッツ、アーセナル確認してほしいですね。はい、それでサンパウロ FC ってことで、ペッデがね、2ゴールを決めてますね。バーディー、アグエルがアシストっていうことでね、あーですけども、はい、はい、ランキングがやっぱりペッレが今サンパウロのトップです。はい、そういうことでですね、第1節はこれで終わります。第2節の方もですね、どうなるのか、いよいよ M リーグ始まりましたので、皆さん、お楽しみにお待ちください。次は勝ちたいですね。第2節パラナエンセ戦です。よろしくお願いします。